俺の生き様、見せてやる。大人になるまでたこ焼きを作ったことはありませんでした。はい、ご視聴ありがとうございます。花風です。ということで本日5月15日、カノンがいっぱいだでおなじみの誠にちゃん役を務めた山本涼介さんの誕生日ということで、今回は仮面ライダーゴーストからフミバーのたこ焼きを再現してみました。ちょっと待って、フミバーのたこ焼きって誠兄ちゃんっていうよりアランじゃねって思う方もいらっしゃると思いますが、もうご名答です。いやでもね、あの仮面ライダーゴーストね、食事シーンはねあるんですが、誠兄ちゃん食べてないんですよね、ほとんどね。でちなみに誠兄ちゃんの食事シーンで一番最初に出てきたのが、フミバーの孫が作るたこ焼きを食べるっていうシーンなんですよね。でも仮面ライダーゴーストでやはり欠かせないのがフミバーのたこ焼きですから、まあ、今回はそれを再現しようじゃないかという経緯でやってみました。まあ、そんなわけで山本涼介さんの誕生日です。おめでとうございます。山本涼介さんは仮面ライダースペクターですね、2号ライダーを演じたわけなんですけれども、なんとなく私の印象ですと2号ライダーの強化フォームで羽が生える原点っていうのがスペクターなんじゃないかなというふうに私は思うんですけれども、どうでしょうか。映画での新スペクターが、まあ、最後の必殺技で、まあ、羽をバサッて開いてライダーキックをするシーンがあるんですけれども、まあ、そこから始まり、まあ、次の仮面ライダーエグゼイドだとブレイブですね、レガシーゲーマーで羽が生える、まあ、少し飛びますが最新のリバイスっていうと仮面ライダーライブが今強化フォーム出てますけれども、あれ完全に羽生えてるでしょう。いやー、やっぱ原点ですよね。多分スペクターその前のライダー2号ライダーで羽が生えたライダーって言ったのかな。羽っていうかまあ翼ですけどね。まあまあそんな印象があるわけなんですけれども、やはりもっと印象的なものといえば、言い方あれかもしれないですけれども、シスコンであるという感じでしょうね。もうね、妹のカノンちゃんに対してはもう溺愛していると、まあ、最初はそれをめぐって、まあ、仮面ライダーゴースト天空寺タケルと敵対するんですけれども、そのカノンちゃんが助かってからは共闘していくと。で最終的にはネタかのようにカノンがいっぱいだとか、まあ、そういうね、話題のシーンがいっぱいあるわけですが、どうなんですかね。私もまあ妹いますけど、なんか別にそこまで溺愛することはないかな。やっぱあれなんですかね、本編中で語られますけれども、まあ兄弟二人きりでちょっとっていうような感じの世界線ですから、まあそういったところで俺が妹を守るっていうような感じなんですかね。ちょっとわかんないなっていう方はぜひ仮面ライダーゴーストを一から見てみるといいかもしれないですよ。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは特撮の再現料理をしています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また Twitter、Instagram もやってますのでフォローをお願いします。